ねえ、真田幸村って知ってる？大河ドラマか何かのテレビに出てた人？そうそう、真田丸ってやつ。恩義を忘れ、死を苦を貪り、人と呼べるかという言葉は震えたわ。幸村ってめっちゃ強くて、莫大なお金で引き抜きの誘いがあったんだけど、お世話になった秀吉の存在があったから断ったんだって。いきなり目の前に1億出されたら、うんこでも何でも食べるよ私。幸村はお金に目がくらむことがない、受けた恩というものを忘れない人物か。はあ、私とは人格が違うわ。お前さんたちに真田幸村とはどういう人物か教えてやろう。なんでここに真田幸村が？細かいことは気にするな。それはかちこわかちこ。それ、偉人の中で今流行ってるの？それより、ワイのことを教えてやるから金くれ。ない？酒でもいいよ。お、アンガトさん。んじゃ、教えてあげましょう。ワイは、なんだかんだ主君をコロコロ変えては人質として生活するド M 野郎だったんだが、そんなワイが武将としてデビューしたのは33歳の関ヶ原の戦い。最も長いお付き合いなのがかの有名な豊臣秀吉。この人がワイの人生を大きく変えてくれた。生きることについて教えてくれた。あと、徳川との戦いでは家康をあと少しのところまで追い詰めたが力足らずであった。ということはお前さんたちも知ってるでしょ？知らない。おい、ワイは命を捨てる覚悟でいつも戦いに臨んでいた。主君のためにという気持ちを常に持っていた。なのに最近の奴らは何もかもがなっておらん。なんか急に始まったぞ。 YouTube、Amazon プライム、Netflix、Instagram、Twitter、SNS でダラ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 した時間ばっかりを過ごしておる。コロスケちゃんが広まってるにもかかわらず、お酒は飲むわ、ルールは守らんわ、本当に終わってる。お前さんたちもワイの噂をするぐらいやったら、少しでも誰かのために働いたらどうだ。夢もない、努力もしない人ばっかり、先に愚痴ばっかり出て人を批判したり噂したり、そんなことで満たされない自分を満たそうとしてる。かっこいいよな、羨ましいよな、みたいな愚痴ばっかりで行動を起こすやつが本当に少ない。そして行動を起こしたやつはまた批判する。日本はどうなってしまったんだ。もう言えません。堂々と言えばいいのに、陰でこそ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 、ほんましょうもないわ。そしていつも損得ばっかり考える。残業代をください、お金をください、お金にならない仕事はやりません、みたいな人が多すぎる。確かにお金がないと生活はできません。けどそのお金をもらうためにお前さんたちは何をしてるのかということを考えた方がいいで。努力したか、もらうことばっかり考えて、与えること尽くすことを忘れているのではないかい。覚悟というものが足りない。この仕事を絶対に成功させる、その人に一生寄り添っていく、みたいな気概がないんや。簡単に言うと薄っぺらい。部下が上司の言うことを聞かないと言うけど、あれは上司が悪いな。部下のことを考えておらん。コミュニケーションを軽視しすぎや。お前さんに教えたるわ。人を大切にしろ、覚悟を持て。これがワイからのアドバイスや。金と酒をたかりまくったニートだったんですよね。僕にも紐になる極意教えてよ。それは言うなって。真田幸村の名言、日本の半分をもらっても寝返るつもりはない。